おはようございます。11時6分から7分になろうとしています。朝官チェックですが、お昼またぎになってしまうでしょう。9月9日の土曜日でございます。救急の日ですね。はい、えー、救急隊員の皆さんに、えー、手間をかけないように、今日も元気に過ごしてまいりましょう。一方、119番救急ではなく、110番をしてもらいたいようなニュースが、昨日、中国新聞によっ 配信をされておりましたそれがこちらでございますはい、まあ。スガッチ、えー、命いいほど可、ね、愛、えー、くもないですがスガッチの名前も挙がっておりましたかわいかつゆきと言いますと奥さんがかわいあんりかわいさ余って一、えー、億五千万円でしたっけ 普通だったら1,500万のところを一桁多い金額を、えー、奥さんを当選させるためにですね党本部からもらいましてお金の使い道がよくわからない、えー、この人には30万この人には10万と、えー、トイレでタチションをして、まあ、タチションってトイレではタチションと言いませんかトイレで用を足してるときに、えー、これどうぞと渡したこともあったようでありまして、えー、まあ手拭きあいと思いますけれどもね、えー えー、金を渡していたという河合克行、今、受刑者となっております、法務大臣ですよ、法務大臣が法律を犯して捕まりました、そらまあ、河合奥さんのためのことでしたらですね、そら、犯罪も隠しますしね、そらもう、銀座のホステスやってた X 子さんを守るのが、えー、木原さんにとっての正義でありますから、河合案里を当選させるため、 まあ、こなの,、えー、あの広島に行った時に、夜の街でかなり河合案里さんの悪口を聞いてしまいましたが、別に聞くつもりもなかったんですが、地元の人が言ってはりましたけれどもね、えー、その旦那の方でございます、河合克之さんがびっくりするようなメモを残しておりました。あくまでそらメモですから、真偽のほどはわからないとはいえですね。 昨日の朝中国新聞デジタルが報じておりました2019年7月の参議院広島選挙区をめぐる大規模買収事件で、まあ、これはまあ配った方もですがそれを調べていた方の検察も無茶をしていたと、えー、登場人物全員悪者っていうあの。<笑><笑> そこにはやっぱり大岡越前なり水戸黄門も出てきてもらって正義の印籠を出していただきたいんですが登場人物全員黒です。へへへ大岡越前が「ああ越前や越後屋からお主も悪くよのう」と金をもらっていたか。 えー、水戸黄門はユミカオルに手を出していたとか、えーえー、そんな感じでしょうか、登場人物全部黒なんですけど、検察当局、2020年1月、河井克行元法務大臣、現在服役中でございます、自宅を家宅捜索した際、当時、総理大臣は安倍晋三さんでございました、このことで消されたわけではないんですが。 をはじめ安倍政権の幹部4人から合わせまして現金6700万円を受け取った疑いを示すメモが見つかっておりましたあくまでメモ、まあ、そのうちお一人は渡しましたと認めているんですが、えー、関係者への取材でそれが押収されていたことが分かりましたと中国新聞大スクープでございますよ はい、よくやりましたおめでとうございます、まあまあまあ中国新聞もね、えー、広島で記者やってる方に言わせますと、うん、そのもうね、えー、べったりの新聞であるという部分もあるんですが、まあ、後ほど私が、えー、朝日新聞の木原記者のことをちょっとだけ褒めるのと同じですが、まあ、いいことはいいよくやったことにはグッドジョブ賞を。 そしてダメなことにはだめよというのが、さんでございますなんと6700万円、その1億5000万とは別に渡されていたというですね、まあ、どんだけ選挙に金かかんねんということなんですが、確かに、確かにですね、我々は河合安里を応援しますと、えー、えー、いうあのチラシというか、広島の第7選挙区でしたっけ。 ええあのー、そこにですね、まあ、まあまあまあ、そんなことはためがきじゃないですがあ、どこにもあるのかもしれませんが、我々はこんなことで川谷杏里さんを応援してるんですというところに出ている人たちばっかりなんですよ、ええ、安倍さんでしょ、二階さんでしょ、菅さんでしょ、で、あまりさんなんですね、はいはい。関係者によりますとメモは A4 の神でございます。A4 っていうのはこの大きさですね。はい。ごまさん、今日一日しゃべることをここにじっこいじっこい字でこのようにメモしておりますが、はい。えー、このペライチのところに、第3、7500万、第7、7500万、まともに円です。万円とちゃんと書いてあります。ウォンとか、はい。 えー、ジンバブエドルとか書いておりませんので、7500万円と書いてあります。それぞれ入金された時期が示されておりまして、これで結局合わせて1億5000万円。その下に、プラス現金6700万と手書きされております。その下にこう書かれておりました。総理、 2800すがっちすがっちひらがなですすがっち500幹事長3300あまり100あ,あんまりあんまりじゃないですか、えー、いやいや <laughs>、まあ、立場によって違うんでしょうがまあまあ当時の 安倍総理大臣から2800万円、菅官房長官、菅知から500万円、当時の二階幹事長から3300万円、そしてあまりさんから100万円と読むのが自然だとは思います。ただまあ、あくまで捕まってはいますが、捕まって、有、え、罪、ー、になって刑務所にはおりますが、まあ、彼がそういうメモをしていたというだけのことですよ。 しかし、これがここまで出てきていませんでした。裁判でも出てきていませんでした。まあ、調べないはずはないですね。調べないはずはないですが、うん、まあ、止められたのか、あるいは本当に証拠がなかったのかですね。繰り返します。総理は安倍さんであります。菅知は菅官房長官。幹事長は二階俊博さん。まりさんが党の選挙対策委員長で。 ございました数字は提供した金額を満単位で知ら示していると見て河合克行を追及しましたが捜査は進展しなかったととられると書いておりますこれは河合克行が親分を守るためなら自分が懲役へ行って帰ってきたら出世させてもらえるとクラブへ連れて行ってもらって久々のシャバだぞとねシャバダバシャバダバとえ。 えー、お姉ちゃんの横につけてもらうヤクザのような感じですかねあるいはあるいは分かったけど河合克行はゲロしたけれどもそんなことが漏れたらえらいことだと検察が止めたというそういうありがとうファミリー劇場も作れるわけですねはい。 土曜日の映画サロンでございます今ちょうどやってはりますでしょうか、えー、もう終わってますかあ私の好きな歌の時間ですねこの時間はね11時を回っております捜査は進展しなかったということです安倍氏ら4人と勝幸氏の主な政治団体や政党支部の政治資金収支報告書まあ政治資金この法律自体が規制法自体がザル法ではありますがこのメモに記された資金のやり取りはの おりませんさあどこから出たのでしょうか内閣官房機密費なのでしょうかどうなんでしょうか公職選挙法違反政治資金規正法違反に当たるかも知らんけどということですね安倍さんは去年参議院選挙の街頭演説中銃撃され死亡しております中国新聞の取材に対し 安倍さんは答えるはずもございません。二階さんは否定をしています。否定をしたということが淡々と書かれておりますが、まあ、そら,ら否定するでしょう。否定するでしょう。明確な証拠を出さない限りね。ええ、一方、あまりさんは100万円出したことを認めております。認めましたか、あまりさん。うん。いや、 違いますとこれはもう他の候補者にも配っておりますと選挙対策委員長として配ったもの人中見舞いいいですね人中見舞いに100万円くれるなんてねそんなにもらえるんやったら選挙出たくなりますよね6000万とかね1億5000万とかもらえるならそろそろコモさんもここでやり始めてもう丸2年になります。 イベントでもやろうかなと思っておりますが皆さんそんな100万円もの人中見舞いは結構でございますんでねえー、お気持ちだけで結構でございますお気持ちだけというのが一番つらいわけでありますがえー、菅氏の事務所には取材を申し込みましたがおととい夕方昨日の朝配信されておりますんでおとといの夕方までに回答はなかったと。 現在懲役3年の実刑判決確定をいたしまして河合克行受刑者栃木県内の刑務所で今日も麦飯を食っているということでございますさあさあそんな中国新聞をどこかが追いかけているのかとまあ私毎日新聞にはいろいろと恩義もございますので今度10月の17日には毎日文化センターで私 講演会をやらせていただきます。そんなご縁もございますのでねえー、そら今日は毎日新聞を買わなあかんと思って大米、はたいて買ってまいりました隅から隅までずずいっと呼んでみましたけれども残念ながらこの件を追っかけてはおりませんネットニュースですが各紙見ましてもこの件を追いかけているところがないんですね why 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 you don't you?、はい えー、どうしてどうして取材しないんでしょうか不思議ですね、えー、もう皆さん夏休みは終わってるかと思うんですがみんな外遊についていってるんでありましょうか不思議ですね不思議でなりません、えー、権力のやりたい放題病というふうに私名付けましたどん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 そのがんといいますか病巣は大きくなっていっているんですけれども 全くピンピンンしているんですね良性の腫瘍ということなんでしょうか、こぶということなんでしょうか、権力やりたい病、やりたい放題病、えー、安倍晋三さんから菅さんに感染いたしまして、えー、菅さんは1年で、えー、完治をされたようで、いやしてないな、してませんが、そこから岸田さんにその病巣が、えー、生体移植されまして。 ささらにさらににに大大きく大きくくやりりたいい放題病になっているわけであります木原事件についてもその通りだと思うんですが、権力は腐敗する、絶対的権力は絶対的に腐敗する、これはよく政治に関して言われる格言でございます。そうですね、それは共産党であろうが、自由と民主の党であろうが、絶対的権力は絶対的に腐敗をしております。 ではその絶対的に腐敗する権力に対峙すべき第4の権力とも言われておりますマスメディアマスコミでありますマスコミは腐敗するうんちょっと表現変えましょうかマスコミは忖度する絶対的権力には絶対的に忖度する そそういうう、ね、ういいここととでですすねよ結局、うんえー、権力に歯向かっているように見せてそれをネタに商売はしているけれどもです、ね、だから、総、ま、会、あ、屋みたいなもんでしょうか最近は総会屋も、ねえー、昔のような活用はできないようですけれど正義の味方をして怪文書を作って株価を操作して誰かを儲けさせて誰かを損させて。 いいうのがいわゆる総会屋でありますねマスコミのやっていることも今結局大きな権力そこには忖度をしそしてより大きな権力がそこに現れたら手のひらを返してそのち相対的にちっちゃくなった権力を批判するもともと弱者に対して優しいわけでもないジャニーズ問題というのは結局そういうことでしょう。 ジャニー北川、あるいは白坂副社長、ジャニーズ事務所というものが絶対的権力を持っていたときには、そこに忖度をし、さらに大きな BBC であるとか、国連であるとか、そしてスポンサーというところがコロッとひっくり返ったり、そこに気がついてしまったら、そのより大きな権力に忖度をして、一緒になって石を投げる。自分たちが 一緒になって守ってて守いたのだということについてはケロっと忘れている。それが絶対的マスコミは絶対的に腐敗する、絶対的に忖度するということでございましょう。私もその一員ではありましたが、もう東欧の昔に足を洗っております。コモさんは、はい、絶対的に自分ファーストでやらせていただきます。なので、 話が長いであるなのなんなのそういうご批判を建設的に受け入れることは私は気持ちがちっちゃいのでできません私は私なりに不安をしておりますがええ加齢臭も出ているかとは思いますが我が道を行かせていただきます一度始めた長官チェック「ショーマストゴーオン」というのは ジャニー北川さんの別に先輩特許ではありませんが、はい、始まったショーは何があっても最後までやりきらなければなりません長官チェックもショーマストゴーオンでこの後も続けてまいります700日を過ぎております本日何回目になりますでしょうか9月9日長官チェックスタートでーす ようこそ天神橋市商店街天禄天子森スタジオえはい来て見て来てよし見てよしこうてよしここ間違ったらあかんところですねはい天才神岡里太郎さんに怒られてしまいますね芸は一流ギャラは三流でしたっけはい小野、えー、さんでございますえー、まあこのように朝刊に載っている情報をお届けしながら私なりの観点でお話をさせていただきながら しかし、それをやっていくためには、なりわいとしないといけません。天禄天子りスタジオでイベントをやったり、物販をしましたり、そして通販をいたしましたりしております。まあ、それでなんとか、なんとかやっていける形が、2年経ちまして、ようやくできつつある。ただし、この2年間の累積損失がございますので、累損がございますので、ええ、それをまだまだ。 残っておりますが、えー、山津辻田の山椒が、ごめんなさい、もう本当に、あの、つじた社長のことをバカってるんじゃないですよも、もちろんですよ、はい、剣道やってありますからね、えー、有段者ですから、そんなことは絶対言いません、もう、メーンって怒られますから、あの、バカ売れしております、びっくりするほど、もう、昨日から今日にかけまして、びっくりするほど、私が思ってた、 これまでいやまま金,額的に、ね、金額的なことで言うとそら牛の一頭買いして、ね、そらグラム何千円で売らせていただいたもののほうがそらあはるかに単価は高いですけどびっくりするほど売れました、これま,だ、ね、また土曜日曜、向こうお休みですので月曜日の朝は向こうと,ちょっと相談せと、えー、コモさんのところだけにそんなにたくさん。 参照を下ろせませんと言われてしまうかもしれないので、えー、ひょっとすると、一旦止めなあかんようになってしまうかもしれないぐらい。ビッ びっくりりすするほど売れております、まあ、一度イベントで召し上がっていただいた方じゃがりこ3章もかけてねあの食べていただいたりした方はこんなにおいしいもんだとまあまあ1回買ったらねそんな1日に 1, 1袋使うようなもんではないので冷凍庫に入れてい,ていただいて使う時にちょっちょっやっていただいたらそれはまあ半年や1年持つもんだと思いますから、えー、今こんだけ売れたからといって毎日売れるとは思いませんけれど。 しかしまあ、びっくりしましたですね。こんなに、こんなに通販って売れるものなのかと、もう本当、もうよがよなら私、もう通販会社の後を継ごうかなと思うぐらいでありましたね。びっくりしますね。うーん あの昨日はたまたまなんか関西テレビの「用意ドン」というね関西地方ローカルの番組ですが、まあ、窓川博さんがやってある「隣の人間国宝」なんていうのがある番組で、まあ、辻田さんのところはいろんな番組に取り上げられています。 はいえー、また、もうじき私も関係する番組に取り上げられると聞いておりますけれどで、まあ、そんなん見たら、ね、うわすごいなと思って、まあ、テレビでは味とか香りは伝わりませんけど、えー、昨日は銀シャリさんが出てはったんですかね、えー、それですごいなって、まあ、でも多分時間的なことで言うとカンテレの放送を見たからうちで買っていただいたっていうのではなくて。 コモ、まあ、さんがいはんそこまで言いいんねんやったらっていうので買っていただいたんだと思いますそういう声もいただいたしお母ちゃんに送りましたとか海外からも、えー、日本国内の親戚のとこに送ってくださいっていうなご注文が入ってたりもしましてね、えーえー、それはそれはびっくりなんですがもうあまりにもすごい売れ行きでございまして、まあ、本当に まあ、山椒とか七味とか苦手という方もいらっしゃるかもしれませんけれどそうでないんであれば今まで、えー、かけてた山椒は何だったんだと、えー、思うでしょうね。何でしょうねもう多分ねえっ、ー、と発泡酒をビールだと思ってビールを飲んでたとかっていうのとはもう全然違いますね。 えー、子供ビールを飲んでビールやと思ってたらビールってこんなにいやそれもちょっと違うな言えば言うほどわけわかんなくなってしまいますがまあいっぺんまあいっぺんかけてみてくださいそしてそれは、まあ、うなぎや穴子みたいなもんもいいんですけどそれ以外にもあなたの好きなものにちょっとかけてください 昨日は私、えー、ここで阪神の野球を見ながら、阪急競泳ストアで、えー、ちょっとおかず買ってきましてですね、えー、鶏皮のから揚げを買ってきました。えっ、ー、と、20%引きになってましたんで、夕方やったんで、はい、それにかけました。もう、本当にお店で食べるもの。 はい、新地の料亭でちょっとだけ出てきたみたいなそんな感じになりますねぜひお求めくださいませさあ今日は毎日新聞を買ってきております毎日新聞がまあ、今日1日をどんな風に捉えているのかという感じで、えー、冒頭のところはあ毎日新聞の並びでちょっとご紹介をいたしましてその後後半は私なりのニュースの選択をしております では参りましょう9月9日の土曜日聴観チェックヘッドラインです自動車保険詐欺採用手ビッグモーターと手を組んで保険契約をもらっていたソンポジャパンの白川社長が昨日記者会見し隕石辞任すると発表しました 親会社の桜田会長は今年の7月までこの不正を知らなかったと嘘だと思います話していますもし本当に今年の7月まで知らなかったとしたらつんぼさじきに置かれた無能なトップであることを認めているようなものです洋上風力発電事業をめぐり業者に有利な国会質問をした見返りに 現6100万円を受け取ったとして逮捕された秋元正俊衆議院議員自民党をとっとと離党をしましたが三菱商事中心の業者から三井物産出身の塚脇前社長の日本風力発電に業者を変えるよう公募手続きのやり直しを求める質問をしていたことが分かりました。 内閣改造を前に副審である木原官房副長官を連れて外遊中の岸田総理大臣正義よりも政局話が大好きな政治部や社会部の記者は公明党の山口代表がインドから岸田総理の電話を受けて13日に改造しますよと言われていたというまあほっといてもわかるどうでもいいような話を一面に書きながら 中国新聞の先ほどの記事を追いかけるつもりは全くありません G20 は中ロ首脳抜きに今日開かれますところで岸田総理がジャカルタで開かれた ASEAN アア首脳会議で中国の李首相と立ち話をした内容について私の大嫌いな朝日新聞の鑑定版である木原鬼原と書いて木原記者が 日本産の水産物の全面禁輸をやめるよう言ったのかどうかということをしつこく岸田総理に尋ねましたしかし総理は日本の立場を主張したとしか答えず全面禁輸をやめるように言ったとは最後まで認めませんでした国益よりも言いたいことも中国に言えないヘタれ首相であるということが確認できました 木原記者に小さくグッジョブ賞を差し上げますところで浜田防衛大臣がヤクザと一緒に記念写真を撮っていたことを週刊文春にすっぱ抜かれました写真を見るとみんな反射に見えます浜港に似た浜田防衛大臣はい誰が反射で誰が大臣なんでしょうか このことがバレて反省だけで済ますようですであればその力で島田信介さんや宮迫さんを芸能界に戻してあげてください出産一時金が42万円から50万円に引き上げられたことを受けて病院などの平均的な出産費用が50万3000円に値上がりしていたことが分かりました 少子化対策として増額した分が帳消しになっていましたが、まあ、そりゃそうなりますわね、7月の実質賃金は、去年に比べて2.5%減少、なんと16か月連続実質賃金が下がっています。 ジャニーズ事務所の性犯罪に関する記者会見を受けてアサヒビールやキリンベバレッジなどがジャニーズタレントの広告契約を解除する動きを見せていますみんな知っていてやっていたのに、川向きが変わるとコンプライアンスを持ち出していじめる側に回る、これが美しい国、我が国、日本です。 ずっと黒字続きだった黒字財政だった大阪市を牛耳る大阪維新の会横山市長万博などに金がかかるとして来年度338億円の赤字予算を組むということですこれまではずっと黒字でした維新になって万博をやろうとしてそして、博打場を作ろうとして赤字にしようとしています 穴埋めはこれまでの貯金にあたる財政調整基金を取り崩すということです京都アニメーション放火殺人事件の裁判が続いています被告人質問で青葉被告はコンビニのバイトを辞め生活保護を受けに行ったものの断られ電気もガスも止められたと述べましたこのことを犯行と直結させるのは暴論だとは思いますが セーフティーネットが効いていたら事件が起きなかったのかもしれません夫婦喧嘩で自宅に火をつけ息子を死亡させた母親に対し和歌山地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を出しました挑発した夫にも落ち度があるという理由ですが亡くなった子供さんに落ち度はありません ラグビーのワールドカップが開幕をしております初戦フランスが勝ちましたですね優勝3回のニュージーランド先制をいたしましたがその後フランスがキックを決めていきまして結局逆転勝ちでございますそして阪神タイガースは森下のホームランで先制をし広島との直接対決初戦に勝ってマジックを10としておりました爆笑岡田監督一問一答がございました 以上、九月九日土曜日、長官チェックヘッドラインでした。時刻は十一時三十六分になっています、えー。お昼のニュースをやっている時間でございますが、まあ、コモさんの長官チェックを見といていただいた方が、きっと面白いかと思います。そして、お便りも頂戴しております。はい、毎日のようにハガキが届くようになりました。おお、ハンハガキ。 えー、ヤンタンの55周年展を今、茶屋町毎週放送でやってるみたいなんで、この後ちょっと時間があったら行ってみようと思いますが、半垣が,が,が届いておりますので、またご紹介をいたします。さてうん、現在はどのくらいでしょうか、おっと、1179ではなく、1143、あー、KBS 京都や、KBS 京都の周波数ですね、1143。 億人の方にご覧いただいておりますが、高評価はまだ167となっております。ポチッと高評価を忘れずにお願いいたします。一面トップ、こちらです。はい。えー、ソンポジャパン社長、隕石辞任。き、ま、の、あえー、お昼ご飯を食べた後、ちょっと歩きに持っても話しておりました。車を売るならビッグモーターの、えー、ビッグモーターと組みまして保険金の詐欺を、なんと自動車保険の詐欺を、 保険会社がやっていたという、もう何を信じていいのか、病院が殺人をするのか、まあ、そんなこともあったりいたしますよね。ええ、ええ、ねえ、もう本当に何を信じていいんでしょうか、となったときに、信じていいのは、 自分の中の良き心と、そして自分の中の欲望と。欲望,に欲望がないと思ったらあの、えらいことになりますからね。自分の欲望にはちゃんと向き合って、そして自分の中の良き心に、うん、向き合いましょう、えー。正しいことは外にはないです、はい。もう外にはないんです。自分を信じるしかございません。マ、はいまあ、日新聞は、中古車販売大手と書いてあります。私は ああ自動車詐欺、保険詐欺採用手と言っております。ビッグモーターによる自動車保険金の不正請求問題。ほら、もうここに出てきてますやんか。損保ジャパンの白川社長、53歳。もう何人も抜いて、まあ、そのね、何人抜きで社長になったっていう人がみんな悪いことしてるとは言いませんよ。それは。そんなことは言いません。しかし、やっぱりまあ、なんか無理してはったんでしょうな。きっとね。ええ。昨日、桜田会長とともになんと90度。 桜、えー、田会長は87度、えー、白川社長は92度ですかねはいここまで頭下げたことはきっと損保ジャパンの社長としていつもこうふんぞりがやってたでしょうからねええー、うんきっとねいや知りませんよ知りません知らんけど知らんけどねええ引責辞任すると発表いたしました不正請求の可能性を把握しながら 去年7月の社内会議でビッグモーターとの取引再開を決めたことについて大きな経営判断ミスだったと深く反省していると自らの経営責任を認めました辞任の時期や後任の社長は今後決定する本当はもうちょっと後で会見しようとしていたみたいですしかしもう持たないともう持たないっていうふうに桜田さんに親分に言っていったみたいですまあいろいろあるんですけどねいろいろあるんですけど えと一問一党が経済面に出てたんかな、えー、シェアを優先したと、うん、ビッグモーターと蜜月が続いて不正を放置していた放置していたというか、まあ、まあある意味やらせてたっていう話ですけどねもう経済面に書いてるあの <laughs> あの皆さん、あの、損保ジャパンで契約されている方、まあまあ、どよそも似たりよったりやって、まあ言われたら、まあそはそうなんでしょうけどで、まあ、それで生命保険や何やらまで一緒にされた日にはね、そあの保険屋さん怒りはると思うんですけど、社長が今から言うことを、ちょっと、あの、ええー、 もしもお手元に針栓をお持ちの方いらっしゃいましたら、紙と叩いたら開きませんので、そしてなんかガラスとか割ったら開きませんので、なんかどっか叩いてえところを針栓。皆さん、針栓持ってないですかそうですか。あの一家に一つは針栓があると面白いと思うんですが、損ポジャパンの会見一問一答で、まあほんの、ほんの一つだけご紹介しますけれど、えー、いいですか。<笑>,笑いますよ。はい。 せーのドン顧客に思い至らずと書いてあります <laughs> あのー、まあものづくりもお客さんが行けはって最終消費者ではなくても、えー、メーカーから部品屋さんへ行って部品屋さんからあーあー加工するとこへ行ってとかまあいろいろありますさなうんでまあ最終的にそもそもでも全部お客さんですまあいや えー、後工程はお客様という言葉もありますからね、社内でも次の作業をする人はお客様だと思って、ちゃんとしなさいよという言いますわね。社長が顧客に思い至ららずと見出しをつけられております、まあま、それは新聞社の社長が読者に思い至ってないところであったり、総理大臣が国民に思い至ってない国ですから、仕方がございませんが。 2022年去年の7月の役員会議で事故車両の修理をビッグモーターに斡旋する取引の再開を決めましたねと取締役会といった公式な場での議論を経ずに決めてしまいました最も大切にすべき顧客に思いが至らず軽率でしたまあね えー、警察だったことは認めてありますよ、認めてありますけど、うーんまだ,、まあ、だからね、これで、ね、記者会見するとあかんって言ったでしょ、木原さんが記者会見しひんのは、こういうことやって言ってますやんかいや、僕はそれを批判してますけど、批判してますけど、記者会見しちゃうと、もうこういうとんでもないことが出ちゃうんですよ。東山のりゆき新社長が 自分もセクハラした性犯罪になるようなことをしてたっていうことをねやったかもしれないし覚えてないと言っちゃうわけですからこのあといろんなことが出てきたらまあ,あそこでうまく逃げたつもりなんでしょうけどうこんなこと言ってたんやけど出てしまうんですよもうだからもう本当36歩逃げるが勝ちでしたっけえも,うもう逃げるしかないんですよもう多分ねもうあの木原さんは インドから帰ってへんと思いますよあ、あのー、岸田さんに、お前、このトリプルセブン一機お前にやるからもう、あのーあの、空中給油できるようにしといたら、ずっと飛んでられるから、ずっと飛んでられるから、<laughs> られからもうこれ、お前、一機、予備機あるから、もう一機やるから、お前も、もう帰ってくんなって言っても、ドバイでガーシーのいたところあそこ空いてるから、あそこ行って隠れとけって。 言うかもしれませんね。もう逃げるが勝ちですよもうや,やっちゃうとこういうことが出てくるんですよね競合他社を意識したんでしょうか取引が大きく減る可能性を危惧しました意識したのは事実です保険金請求に関わる査定手続きが甘かったのではないだろうか大型代理店であるビッグモーターからの反発を恐れ厳正な対応ができていませんでした経営責任はどうでしょう大きな判断経営判断ミスをしました信頼回復のため辞任を決断しましたそうですね あのもう皆さんもあの解体的出直しをやめても解体しましょう。ね。なんかあったらもう解体しましょう。ね。うちら、ジャニーズ事務所と同じ、はい、1000万のもう吹けば飛ぶような会社ですから、もうなんかあったらもう解体します。もうね、えー社,まあ、社員の社員としてその家族の生活がありますから、まあ、そこの責任は私、ちゃんと取りますけどね。えーまあ、どこまで取れるか分かりませんが、やりますけど。うん そして桜田会長、自ら今、身を引くつもりがあるかと言われたら、そういうことではないと思う。<laughs> なんか意味わかんないですね。やめませんと。責任はありませんと。知る系と。下々のやつがやったんだと。ここには書いてませんが、2023年7月、今年今年だからビッグモーターのマスコミが騒ぐように、だから桜田さん、あの新聞とテレビしか見てないんですね。 新聞しか読んでなくて、テレビしか見てない人のことを情弱と言いますね、情報弱者、まあ、アホかっていう話ですね、ええー、あの、今や、今やですよ、ねあの、警視庁捜査員だった佐藤誠さんですら、一月つき万殺を見て、佐藤明さんでしたっけ、ええー、おあなたですか、言うて記者会見で言う時代ですから、新聞やテレビしか見てへん人は情報弱者で、 世の中の本当のことが分かってないっていうことを知らないんですね、ソンポジャパンの、えー、ホールディングスの桜田会長は。ねやいやいや、いやそのさっきね、差別的なこととして放送では言えないことをあえて、あえて、コモさん使いました。別にそれはもちろん、その、えー、耳聞こえへん人に対して差別的なことやとの気持ちは僕にはないですが、あえて、つんぼさじきという言葉を使いましたけど、 もし、もしビッグモーターとの間でこんなことになってるっていう話を、えー、新聞が書き始めるまで、新聞っていうのは新聞じゃないですからね、ニュースペーパーじゃないですからね、オールズペーパーですからね、はい、もうどっかが書き古してもね、えー、もうそんなところがほとんどですから、スクープなんていうのはもう週刊文春とかにしかないですから、もう新聞なんてもう全然遅いですから。 こんなところでしか書いてへんことを知らうっていうかまあまあ真面目な話よほんまほんまのとこ本音で言いなはれやちょっとあのねちょっともうここさこさちらの桜田さんにちょっとビール一杯ちょっとあはいもうはいもう生中冷たいやつまあまあちょっと一言ほんまのほんまのこと言ってみなはれなとうんいや知っとったってさ言うでしょほんとはそら知らしないでかいやと思いますわなええ あー恥ずかしいっちゅうお話でございます時刻は11時47分ですえーいっぱい飲ませていただきますもちろん、えー、ただの炭酸水でございますさてまあどうでもいいっちゃどうでもいいんですが逮捕はされました現金6100万円えー、大間ちゃんの買うためにそしてなんか大間ちゃんの 穴埋めをせなあかんからまた追加でお金が必要やったっちゅう話ですが洋上風力発電事業をめくりまして業者に有利な国会質問をしたと今これはこの人だけじゃなくてこの周りの人らまあそこに金の流れがどうあったのかは知りませんがみんなで組んで「おおそやな」いう話にどうもなっていたようですねで三菱商事が中心となってやってるところが最初受け持つことになってたんですけどこれはいかんというので 三井物産出身産なんだそうですね。えー、もう本当に、あのー、三のつくところはね、もう三菱こそ国家なり、三井こそ国家なりと思っているのか、まあまあ、三井は国家なりとは思ってないんでしょうけど、まあ、本来ならお上品なところのはずですよ。しかし、まあ、高満ちきな人たちの集まりでしょう。 自分たちが間違っているなんていいい。るなななんうことはない、まあ、公務員のすべてがそうだとは言いませんがあ無病性っていうようなことを言いまして自分たちのやることに間違いはないんだと思っているような人たちひょ、えー、っとしてこれでいいんだろうかどうなんだろうなと思いながらじっと手を見たり、ねえー、ビールは頼めないかなーーと思ってホッピーを頼んだり。ね、えー 安、えー、い焼酎中央飲んだりっていう人たちの気持ちは分かんないでしょう、あの人たちには。銀座のクラブでしか飲んだことがないんでしょうから。で、えー、塚脇さんという三菱さん出身の、まあ、前社長になってしまいました、えー。どうか捕まえないでねと、多分司法取引の一つもあったんでしょう、賄賂であると認めました。 風力発電のその事業業者を変えるよう公募手続きのやり直しを求めていたことが分かりましたと、こんなことはもうこのぐらい書いてたらいいんですけど、毎新聞は一面にこの記事を載せておりまして、そんなことを書く記者がいるならば、中国新聞が大スクープしたことに対して、突っ込んでいけよと私なら思うのですが、彼らはしておりません。 11時50分ですそしてその下、内閣改造前に、副審であります木原官房副長官を乗せまして、外遊に出かけました。予備機に乗せているんではなくって、本ちゃんの方に一緒に乗せております。シャンパンでも飲んだんでしょうか。えー、そして、もう規定の路線ですね、これはもう帰ってきたらやりますと、で国民民主党との、えー 連立っていうのもなかなか難しいということになるんでしょう、急、ま、転、あ、直下あるかもしれませんが、帰ってきましたら、13日にやりますと。で、えー、これね、あの嘘ついてもいいんですよ、その解散とかね、えー、そんな人事のことについてはね、もうそれは漏れたら、まあ、漏れるもんですけど、漏れるもんですけど、漏れたら大変なんで、それはもう、今決めましたと。 今、ふっとひらめいてこうしましたと、適材適所ですっていうときはいいことなんですけど、公明党の山口代表にわざわざインドから電話したそうです。国番号何番になるんでしょうかそれとも、そんなものとは違う特別なネットワークを使っているのでありましょうかはい。帰ったら13日にやりますんでよろしくと、岸田さんが言ったそうであります。そのことを山口さんも、え、ー いやいやインドから電話かかってきましてねって13日にやると言ってはりましたということを記者に漏らしましてそれを政局話が大好きな政治部の記者が今日書いております困難ね今何日ですか9日でしょねまあその間にウクライナが停戦をしたり台湾の有事が起こったり えーまあ、昨日も、ねえー、なんかトカラ列島の方で大きな地震がいっぱいあって、あのー、ずっと、ね、ラグビーのワールドカップ見てたら録画してる人嫌やろなと思うんですけどまた地震がありました地震がありましたってなってましたけど、えー、何の話でしたっけその <laughs> 何、えー、の,の,の,の話をしようとしているのか、今一瞬忘れてしまいました。<laughs> 申し訳ございません。そう政局の話なんかどうでもいいんですよ。どうでも,もうほ。ほっといたら13日になった発表になるんですから、それを1日2日早く書いたところで、えー、あんたらの中では評価されるのかもしれませんけど、別にどうでもいいです。本当に、本当にどうでもいいです。やるかやれへんかについては、まあ、 あ,のあってもよかったと思いますがで森山さんが残るの残れへんのもうそんなんどうでもいいですわどうせしょうもない内閣にしかならへんことはもう分かってますんで、まあ、どのぐらいしょうもないなのかということはまあ知りたいですけど、えー、そんなことはどうでもいいんですよ、えー、ほんまにほんまにそうやって分かってます新聞社さんテレビ局さんその政治部の記者さんたち、えー、この記事ほんまに どうででもいいです。この分、中国新聞がこう書いてましたっていうことを書いといてくれた方が、よっぽど世の中の中ためになります。いや確かにメモはメモですから、冒頭お話しした話ですけどね、ええ、あくまで川合克行が書いたとされるメモでありますから、それが本当にお金が移動してたのかどうなのかということについては、断定するにはもう少し取材が必要だと思いますけれども。 中国新聞がこういうスクープを出しましたということを書いていただいた方が、本日の160円なり、180円なり、140円なり、150円なり、200円なりのよっぽどためになる情報であります。はい。中国新聞に人気を切って、中国新聞がこの音こ書いてますよって書いておいてくれたらよかったんです。今日のこの内閣改造で、えー、インドから岸田さんが山口さんに電話がでかかきたなんて、どうでもいい話です。しょうもない記事です。ここんなことに 貴重なインクを紙を使わないでください十11時54分えー、でまあ G20 は中ロ抜きに行われるんですがその前ジャカルタで ASEAN アア首脳会議が開かれましたでここでですねええー、立ち話をしました、まあ、中国も うん、上げた拳をどう下ろすのかというところはあるでしょうし、こっちも、えー、中国がまさか全面禁輸までされるとは思ってなかったと農林水産大臣が正直に答えたようにです、ねえー、そこまでになるとは思ってなかった、まあ、それで1000億を超える金をドブ、えー、ならぬ太平洋に捨てなあかんわけでありますけれども。で 立ち話ができたところで、まあ、おそらくお互い、お互い言い合い、へのこき合いであったとしても、一応こっちとしても、へはこいとかなあかんわけですね、すみません、下品であの。中国の李首相に対して、全面禁輸なんていう、そんなことはやめろよとね、ね、えー、言っとかなあかんわけですよ。で、まあ、向こうは向こうで、お前のとこが悪いんじゃって、まあ、言って、まあ、それはまあ、 ある意味、まあ、プロレスってここで言うとプロレスファンの方にいつも怒られるんですけど決められたシナリオのもとでの空手チョップの,の、えー、ジャブの打ち合いであるということですよねでもまあそれやっとかへんかったか、えー、そこで私が嫌いな記者ですそれはまあ「週刊文春」の木原問題を木原事件を追いかけることに文句をつけてたからという意味 でありましてその文句をつけたことに対する伏線回収をしていないという意味で、鬼原と書いて、木原という朝日新聞の記者がおります。なので、僕はこの人のことを全く知りません。えー、ひょっとして一緒に飲んだら、あのー、仲良しになるタイプかもしれないです、えー。それは分かりませんけれど、そのツイートだけを読んでいて、こいつ嫌いやなと思っていたんですが、今、ジャカルタへ、そしてインドへついていってます。で、木原のことは聞いてないんですが、 あるいは聞いても買い取らんのですが、その立ち話の内容ということを聞きました。岸田総理の記者会見の中で、ぶら下がりというのか、何なのかちょっと分かりませんが、そこで、漁業者の皆さんは、1000億の,その予算が出るのも、それはそれでいいんだけど、総理大臣が、 中国の首相に対して、立首相に対して、全面祈願というのをやめるように言ったのか言わないのかということを気にしていると、だから言ったのか言えへんかったのかを言ってくださいって聞きました。そうすると、岸田総理は、いや、従来から言っておりますように、日本の立場を説明しましたと。いや、日本の立場を説明しました。いや、あのその日本の立場を説明しましたという中に、えー 全面金融をやめてくれということを言ったんですかっていうふうに聞きました、まあ、そうすると何かこうなんか持ってるものをこう叩きながらですね、えー、だんだんこう、うん、こんなしてるんですよ映ってないんですけどね画面にはイライラしてるのが分かりました目もあのなんかねえまあ河合克行とかもそうですしあの何とも言えん この有機物ではない無機,無機質的なあ,のあるいはまあ爬虫類にはして爬虫類は有機物ですからね、えー、生命体ですからね、うん、その生命反応のないような目あ,ありますよね、えー、それで見ながら「まあ、何言ってんねん」っていう,もう目は口ほどにものを言っておりました目に書いてありました。 「お前何言うてんねん」って書いてました、うん。で、木原記者が何度も聞きました。いやだからそこが知りたいんです、そこを明確に言ったのか言ってないのかをちゃんと言ってください。だから、だから、だから日本の立場を、従来の立場を説明しました。いやだからその従来の立場っておっしゃってるから聞いてるんですけど、その従来の立場っていう中に、えー、ちゃんとその、うん。 全面金融をやめろっていうことをは含まれてるんですかって言ったら、含まれてるも含まれないも言ってません、はい、だから日本の立場を説明したんですっていうところで、何回かやり取りしたところでもうあと,あと1、2回あれ、あれが望月磯子さんだったらも、もっとやってましたね、つまみ出されるか、ええ、つまみ出されるか、あの切れさせるまで。 あの記者会見は相手の言いたいことを言わしてたんではダメですからね、そういう意味では、あの失礼に当たると、逃げるんですかっていうのも一つの作戦ですから、そんなお行儀いいことだけやってたんではダメですから、まあ、望月さんならもっとやってくれたと思うんですけど、えー、途中で下がりましたが、まあ、それでも3回、4回と聞いておりました、うんえー、小さな、えー、グッジョブ賞を差し上げます。 はい、小さなョョシうーん結局多分言ってないってことですねええ <laughs> でそれはでもやっぱり絶対言わなあかんことですよいやその、えー、汚染処理水これの科学的な評価について国内にも国外にも両方の考えがあるっていうのは分かりますしまあそれはそれでやっていただいたらいいんですけど、えー、一国の総理として うんまあ、岡田監督がですね、やっぱり近本がまた右脇腹にデッドボールを受けたときに、ちゃんと言いましたよね、で、監督おらへんなってるないかということを言いましたよね、あれがリーダーのあるべき姿ですよね、強、え、打、え、にブロックされてた件も、ちゃんと言っていって、筋も通りましたし、僕は、まあ、あの選手の悪悪質ぶりをちゃんと球団しないことには、 えー、今後12球団がちゃんとやっていけないんじゃないかと思いますが、えー、岡田監督がやっぱり、今年結果を出せているというのは、そういう姿勢もありますよね。日本として、日本として、あの水が安全であって、中国の言うことが理不尽であって、それで金融によって不,あの不利益を受けている漁業者たちがいるわけですから、立ち話であろうが、うん、あるいはもう遠くに見えたとしても、おい、中国 リーさん、全面禁輸やめろよって廊下の端から言わなあかん人が日本の立場を日本の立場を言っていると言っているじゃないですかってまあ言っとるんですね。ああ、この人、多分台湾有事で攻めてこられても日本の立場を言っていますとしか多分言えないんでしょうね。ああ、エニマリフホーム、エニマリフホームですね。 ええ、多分あの人の頭の中には、そういう、まあまあ、好戦的なあ総理であってほしくはないですが、そう,そうであってほしくはないですけれども、お言わなあかんときに言わなあかんことを言えない、つまりリーダーとしての資質に欠ける人なんだなということを明らかにしてくれたという意味で、まあ、知ってましたけどね、木原記者に聞かれなくても、僕は知ってましたけどね。 えー、おととしの秋から言うてましたけどね、古いアーカイブを見てくだされば、はいえー、どこよりも早く <laughs> と、あのー、岸田さんがも考えてへん人やということは言っておりましたんで、それは自信を持って言わせていただきます、去年の10月の段階あ、おととしの10月の段階から言っておりましたんで、えー、どうぞアーカイブをご覧くださいませ。うん なんでこれを取り上げたのかというと、まあそのうん、もちろん今言ったお話と、まあ、もう一個は、えー、僕の考え方としてだから朝日新聞という会社に対して批判したり、えー、愛情を持ってたりっていうのもそうですし木原記者に対しても木原問題に対してあのものの言い方伏線を回収してへんということについて僕は非常に怒っておりますけれども、えー、やるべき仕事をやってはるということについては認めるなという。うん 僕なりのぜぜひひというところでございます正午を回っております長官チェックから昼刊チェックになっておりますが引き続きお届けしてまいります浜田防衛大臣って皆さんご存知でしょうかえー、っとヤクザと一緒に記念写真を撮ってたというので「えー、週刊文春」に書かれました えー、テレ朝のニュースのところに反省してますっていうのを言ってるニュースの写真がございますいいですか、えー、浜田防衛大臣がヤクザと写真を撮っていてそれをヤクザと知らなかったというふうに言ってまあまあ反省するとかまあ言ってるんですが浜田防衛大臣の顔皆さんご存知ですよねいいですかいいですかいいですかいきますよ浜田防衛大臣がヤクザと写真を撮ってたんですよいいですかおっと すいません今、えー、ヤクザの写真を出してしまいましたかね。ええああ、失礼しました。浜田防衛大臣の写真でございました。びっくりしました。えー、はい。えー、まだ、まだ、まだ僕の方が。 あの、反社会的じゃないですよね。えー、ねえ、えー、違いますよね。ああ、よかった。うん、はい, <laughs> いや。それはもう、びっくりですよね。ええー、何がびっくりかわかりませんが。で毎日新聞も、それは今、社会面に書いておりましたかね。ええー、ネットニュースにもなってますけども。はい。 浜田防衛大臣はあ昨日の記者会見で、反社会勢力の元メンバー、元メンバー、もうなんかもうジャニーズみたいな感じですね、えーえー、元メンバーと集合写真を撮影したとの週刊文春報道に関し、写真を撮影したのは事実だと認めました。その上で、そのような方が参加していたとは知り得ず、面識もございません。 歌詞はないと思いますが指摘を受けたことは反省しないといけないと述べましたえ反省しないといけないなので反省しましたではないですねええ <laughs> それも指摘を受けたことが反省っていうことですから「大田たこと」とかなどだと知らないだって知らないんだもんといやそれは浜田さんがディズニーランドへ行ってたまたまね 来て、えー、た家族連れと写真撮ってくださいって言われていやそれはその家族の方が反社会勢力と写真撮ったって言うて近所で糾弾されてしまいますからね <laughs> そんな声はかからへんと思いますけどええー、山梨県の寺院で開かれた知人の出家祝いあ出家 出所祝いかなと思いましてさあ出所祝いに行ったらそゃヤクザですもんね <laughs> そらそうでしょう出所祝いだったら出家って書いてました出家でした失礼しました集合写真を撮影した際反社会勢力の元メンバーが含まれていたんだそうでございますこの人ではございませんのでこれではございませんこれではございませんはいええ <laughs> これではございません これ、この人が浜田防衛大臣でございます。ねえ、これ、損保ジャパンの会長だったら、これもうアウトですよ。もう会長辞任ですよ。ねで島田信介さんはいなくなりました。まあ、お金持ってあるからいいんでしょうけど、ねええー、そうそうそう、夢,夢夢夢中組っていう番組があってね、これ、ひょっとしたら僕、 一緒にやってたかもしれなかったんですよね。結局やらなかったんですけど、僕ね、あれ何でやったかな。ありましたね、しんすけさんの番組ね。なん<ー>やかんや言うて、やっぱり関西でうーん何十年もアナウンサーとかそんなんしてると、いろんな一つのなんかね、貸、え、し、ー、たり、ご一緒させたりは、ありましたな、考えてみたらね。別に僕が偉いわけでもなんでもないんですけど。あと、まあ、宮迫さ,さんですよね。え。 吉本新喜劇をもう通行人役からでねいいからもう一回テレビに出るようにってちゃんと言ってやってくださいよ誰かそんなん聞かへんのですかねこれ普通に聞いてこれこうやって「週刊文春」がやってますけどもどうだったんですかっていや事実だけど俺は知らんかった知らんかったで済めへんでしょいやだから反省をしてます反省で済むんですかって こんんなも,も宮迫さんだったらもう焼肉屋の対象に変わらへんかったあかん話ですよと。あもう、しんすけさんだったらもうゴルフ三昧の人生をお送るようなぐらいのことですよって。誰も言えへんのでしょうね、それはね。うん。いいな、政治家は。12時9分になろうとしています。さて、えー、出産一時金。 が出ま,す今50万に上がりました、うん、42万ぐらいあったんかな、うん、でまあまあ、ね、出産は病気ということではないという話でで自腹切らへんかは輪系ですが、うん、それがまあね後から補助が出るみたいな形で。 でそんなもんでは少子化対策になりませんよと言われて、42万円を50万円にいたしました、うんまあ、それを評価する声ももちろんあるわけでありますが、そうしましたら、この春で調べましたら、全国的に平均で50万3000円に出産費用が値上がりしてましたっていう、えー、2割ぐらい上がってましたっていうお話でございます。 まあ、50万出るんやったらその50万ねまあそれは本当やったら42万であるいは40万で住んでるところを、えー、50万その利用者の側がお父ちゃんお母ちゃんがもらえるんやったら残りの余ったお金で。 花の国、雪のメルヘン号が行くよ夢と僕たち乗せて、西松屋へ行って、ベビー服を買うなり、えー、なんなり、あるいはまあね、その後子供もすぐ、もうそれはもう熱出すのが仕事ですし、泣くのが仕事ですから、いろいろあるやろうから、ね、まさ、あ、ミルク代もかかるしっていうところに使ってもらおうと思ったんですが、病院の方が値上げをしてたっていうことで。 50万でんねやったら50万ちょこっちちちょうだいねっていう50万3000円に平均が上がっていたそうでございますうーんなるほど <laughs> まあでも <laughs> そうそうしますわないやお金のことネギ、まあ、めは経営というふうに稲盛和夫さんに言われてなかなか僕はまあそこが苦手な未熟な経営者なんですけどうーん あのー、そら国から50万出ますよってなったらそら50万ってしますわなそらねええーまあ、病院もそら儲かってるとこ儲かってへんとかあるでしょうが50万まで出てますよっていう手の内が分かってるんですからお小遣いね そら,そらもう僕がホステスさんで私小遣い月100万あるんですよっていうお客さんが来はったらそら他のお客さんを5000円で飲ましてもあんたは学割やから5000円でええわ言うてもその横ついたらそらまあ10万ぐらい使ってもらおうかなと思いますわな10万20万使ってもらったってだって1ヶ月小遣い100万ある人やったらってそら思いますわなそこで人見て商売しますわな懐感情見てやりますわなうん。 まあ結局少子化対策としての部分で出した増額したところは帳消しになっているというお後がよろしいようでというお話でございます。うん、でまあ実際じゃあ本当に産婦人科で一般的な分娩をするのの値段がなんぼなのかっていうようなことはまあもちろん、えー、専門の人あるいは病院とかで見てこのぐらいやっていうのは どっかでで標準的なものの出てくるのでしょう全くの素人がそれはもうけすぎやとかなんやとかっていうのはそれはもう勝手な理屈であって、えー、今回のことがまあ,あのバカバカしい全体としての出費増だというのはまあ一つは言えますけれど、えー、何が適正価格なんかっていうようなことについて人々はあまりにもみんな自分勝手であるということは言えると思います。 えー、ここからあのリードの,あのヘッドラインのところにはございませんでしたがあのユーという会社があってそこが全国の学校給食などを受け持っていましたが、えー、潰れてしまってで急に給食が提供できなくなっているという問題。 もちろん経営責任として受けた仕事をちゃんとできていないあるいはそこで働いている人たちの職場がなくなってしまうという意味で応うという会社の責任その経営者の責任っていうのはあろうかと思いますそのことは指摘されても仕方がありませんあるいは現場から困難んんではやっていかれへんですっていう食材の高騰なども含めてありますよねででも一方で えー、400円で出せと。で、今、コンビニで、まあ、コンビニにはコンビニエント料が入っておりますんで、1つのお弁当が安いところより、まあ、100円、200円高くなるのはコンビニエント代だけという意味で必要だとは思いますが、400円で食べられる今のはないですよね。うん、で、まあ あえてお役所とかのとことですから、えー、来年の予算をまあ今、組んでるわけでありまして、えー、食材が目先で南北高騰しようが来年度、2024年度4月1日から2025年の3月31日まではこの値段でやりますという契約をしたら、えー、ウクライナで戦争があって穀物が輸出されなかろうがガソリン代が200円を超えようが ああその通りやれよということになるんでしょうし、社員食堂なんかの話を聞いてると、なんぼでも安やるっていうところあんねんでと、おたこでなくても別にかまへんねんでということで、いやもうそれやったらっていうので、なんとか実績を積むためにとか、それはうちだって実績を積むためにって言うて、ここは採算度外視でってやる仕事はありますよ、それは。 僕が判断して、会社の子に、ここは、ここはこういうことやからっていうところとか、そらいろいろあります。それはそうです。ただ、それを保有が間違ったということでもあるんですけど、そら、そら、朝早うから行ってですよ、ね、お米、研いで、ね、炊いて、ね、やっていくのがですよ。 普通、まあね、FL コストで言うと、飲食なんてその3割とかぐらい、4割とかになったらもうえらいことですよ。もう潰れますよ。まあ、じゃあ3割として、まあ、400円で出せと言われたらです、原材料は3割としたら120円までで抑えなあかんということですよね。えーえー、お肉も、スパゲティも、野菜も、漬物も。 もちろんお米もその上に乗ってるごまとか小梅ちゃんとかそんなんも含めて全部合わせて120円ぐらいの原価に抑えとけへんかったらできへんということが今もなかなか難しいっていうのは当然の話でありましてえあのこれはまあまあ旅行を主催したりとかする時にも思ってるんですけどやっぱりもう今もう物の値段が上がらないしゃあないいやその分あのー 給料が上が上ってなないってことこ問題なんですよそこが大きな問題で資本あの、お金の偏りがあるっていう日本社会が問題なんですけど、そら、そら一日人を動かしたら、そら、そらなんぼかかりますかっていう話ですよ。それは。うん。だあまりにもやっぱり、この、安く安く安くというところ、 に行き過ぎている北日本のこの社会がの歪み今悲鳴を上げているんだと思いますわうんもう息子が今もうアメリカ行きまして向こうで生活を始めてるんですけどまあ2月にも行きましたけどそれは1食マクドナルドで食べたら日本やったらまだ まあそれでもね、200円やそこらで食べられたところから、今、マクドナルドで食べたら、まあ、日本でも1000円近くかかったり、組み合わせによっては1000円超えますけど、普通に日本の感覚で頼んだら、3000、4000円かかりますから、一家で食べに行ったら、マクドナルドで昼ご飯食べたら2万円ぐらいかかるわけですから、ね、え、それが多分、 普通の値段なんですよでそれをそのほ、まあ、法有という会社に問題があったとは思いますけれど、えー、毎日毎日一食400円で作れって言われて NHK のニュースやったかなそれが止められてるから地元の仕出し屋さんがあの「子供らかわいそうやから」って言って寮で生活する生徒に仕出、えー、し,し屋さんが代わりに翌日から お昼と夕方の弁当を用意してるんだそうです。これ見たらね、すごい豪華なんですよ。唐揚げときんぴらごぼうと、えー、これはエビチリかな、で、ポテトサラダも載ってますし、それ以外にこれシューマイとウインナーですかね、で、白いご飯があって。高校が弁当代として支払うのは、これまで寮で提供されていた食事の材料費と同額の1食あたり400円。 しかし、ひ出し屋さんでは、育ち盛りの生徒たちに十分の量のおいしい弁当を食べてもらおうと、仕入れ業者の協力も得て、採算をオーバーしながら供給を続けています。子供たちの食事を何とか確保しなければという思いで引き受けました、と、鳩屋というひ出し屋さんの平田社長、美談として NHK を報じているんですね。いや、だから僕も、ここに食い込んどいたら、後々と思って、 安い値段で受けることはありますよええそれはねそれはそういうことはやりますけどそりゃこんなことが美談になったらあかんですよその原,原価割れしてるもんをやってるのが美談となって、ええ、報じられていること自体ちゃんとした経済活動としての弁当屋であったり給食業者というのが成り立たないっていう話ですからやっぱり人にお願いして何かをしようと思ったらそれなりに。 金はかかるとということですよ当たり前の話じゃないですか当たり前の話じゃないですかそれをあまりにもしてきていない日本の社会っていうところに僕は大きな問題があると思ってるんですけれどもねはいお昼になりました12時20分です、えー、7月の完全、えー、失業率ではなくて実質賃金 去年の7月に比べて2.5%減少をしております。まあ、この春、うん、賃上げをしているはずなんですが、うん、賃上げしましょうという、うん、なんか世の中運動みたいなものがあったわけですが、そしてまあ上がっているはずなんですけど、いわゆる実質賃金、えー、物価の上昇を差し引いたものは2.5%去年より下がっております。なんと16ヶ月連続の減少ということです。さら、 ガソリン代も上がっておりますいろんなものが上がっています卵も上がっています、ね、そこには、えー、鳥インフルエンザのこともあったでしょう、うん、別に僕たちがウクライナで戦争してくれと言っているわけでもありませんしかしそんなことも全部加味したところで給料は思ったほど上がらず物価はどんどんと上昇していって実質賃金は16ヶ月連続でめべりをしております 果たしてそれでいいのですか果たして政治はそれでいいのですか海外への援助が僕は必ずしも悪いことだとは思っていません。そこで超単位のお金が出ていくということと、えー、日本の中で何ができるのかとそれだけあったら子ども食堂がどうのとかっていうお気持ちは分かりますがお気持ちは分かりますが、えー、そういう、まあ、でそ,のその援助に 乗っかって中抜きしようとするようなやつらがいるのもそれも問題ですそれは分かりますそれは分かりますがえー、必ずしもそれは僕は悪いことだとは思っていませんそれははっきり言わせていただきます、えー、そういう関係性も大事ですからただただただやっぱりただただやっぱり民のかまどに 煙が上がらんようになっているっていうことを分かっているのかということは言わしていただきますそれは言わしていただきますはい。7月の実質賃金は16ヶ月も連続で下がっております皆さんはそのような世の中今の体制を支持されているのならばどうぞ下がり続けてください私は嫌です12時23分になります えー、ジャニーズ事務所の記者会見を受けまして、アサヒビール、キリンベバレッジなど、ジャニーズタレントの広告起用をやめていくと、えー、契約を延長しないとか、いろんな形になりまして、まあ、しかし、まあ、もうあっという間に日本航空であったりとか、いろんなところがジャニーズタレント、まあ、こ,れまでこれまで利用していたそのキャラクターたちを、どん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 ポスターを剥がしていっているという現状です。なので えー、今後、多分メルカリとかでジャニーズタレントさんの CM 起用していたポスターなんかがもうひょっとしたら高く売られるようになっているのかもしれませんね。今のうちに仕入れておきましょうか。えー、マルベル同盟行きましょうかね、うん。あれはブロマイド屋さんでしたっけ。うん、どうなんですかね。えー、っとだから、まま、本当にたびたび言いますが、ジャニー喜多川という希代の 変態のおっっさんがやった犯罪これがダメそれをやってる時から隠そうとしていた周囲会社なり、えー、プロデューサーたちなりという人たちこれがその次えー、でまあそれを報じてこなかったマスコミなども含めて問題があるうんう ってなことの中で、えー、その記者会見が,おおが行われた、まあビッグモーターも一緒ですけど、記者会見が行われたということで、手のひら返して、いや、聞いてたんだけどっていうことは、小さい声でちょこっとだけ言うて、それはダメです。うちらはもう正義。正義がないとだめなんです。正義です。コンプライアンスです。ガバナンスです。えー なんなんですかあと何 <laughs> か知りませんがあー横文字ですよねあちゃら語ですよね、うん、それがないとインターナショナルスタンダードではやっていけないんですということから、えー、まるであのオセロと言いますかあクイズアタック25みたいなもんですよね、えー、最後お4番に入った 白、うん、が入ったえ四4番5番かアタック25やから橋を取ったら「ポン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 ああすごい!」っていうそんな感じでジャニーズがアウトになっていっております。まこれをもうちょっと早よやってたらね日本航空も朝日もキリンも人に言われてではなくて自分たちで考えてこういうあるべき姿を自分たちは水と 生きてあ,あれはサントリーか違いましたねえー、ここがあるのにキレがある会社やなとか思いますけれどうん世間の風が変わったのを見てからっていうのはまあええー、かなとは思いますねうんあとアフラクでしたっけアフラク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 ねっ あそこがジャニーさんとこの人、使ってはるでしょ、桜井さんでしたっけ、えー、これはあの、事務所通さずに契約っていうやり方がないですかって言ってあるっていうね、まあ、それはそれで問題ですけどね、<laughs> あのジャニーズの闇営、新しいジャニーズの闇営業問題になりますけど。 えー、タレントさんのタレントさんの立場があるのでジャニーズ事務所という会社はもうひどい会社やからもう取引はは要しませんけど、えー、そこを通さずに、まあ、それは多分彼がものすごくあの真摯にそのアフラックアフラックの,あの CM キャラクターとして真摯に頑張ってまさに真摯に頑張ってたということを評価しているからなんとか方法ないですかというので事務所投資ではなくてとていうやり方。うん っていうのがああったりまいろいろですな色々ですなうんねえでもまあなんかそれはかっこ悪いなと、まあ、冒頭にもお話ししましたけどマスコミがマスコミっていうのは権力に歯向かってでも正義を貫くもんだという看板をかけて商売をしとるんですが結局政府に対してもジャニーズに対しても大きな権力には忖度しますっていうことがもう明らかなわけでありましてそれは 直接関わっていた当該部署の当該記者だけじゃなくってその周りの人らも社内で社内なんだからあれおかしいよということはできるはずなんだけどそんな声も誰も上げてへんかったと私も含めてなんで、えー、それは、うん、かっこ悪いですよねとそのかっこ悪さを本当に反省してるんですかってなったら結局 ジャニーズ事務所よりももっと大きな権力がそこに出てきたから、それに忖度して、国連がこう言うてはるんやからと、BBC がこう言うてはるんやからと、よその会社もこう言うてはるんやからと、スポンサーさんがこう言うてはるんやから、あそこはダメですって言ってるだけの話ですから、絶対的マスコミは絶対に腐敗する、マスコミは絶対に忖度する、そういうもんなんだということを、我々は知っておかなければなりませんわね。 あとまあもう1個あの中之島からジャニーズの会見を見てた時にだどなたかがチャットで、えー「キムタクがどうのこうの」って書きはってで僕まあし喋りながら検索してたんですよ喋りながら検索して何のこと言ってはんのかなと思って、えー、インスタに「まあ、キムタクですから、まあ、まあね、まあ、キムタクにおいたら」 分かりますよね僕なんか街歩いてたらキムタクじゃなくても後ろからコモさんって言って声かけてもらえますけれどもそのキムタクがかっこいい形でなんかこん,こんなやったかな,なんかうんこんな風に、えー、写真をアップしてまして「ショーマスとゴ,ゴーン」と。 一度始まったショーは何があってもやらない、世の中にならない、お客さんがいるんだから、ファンがいるんだから、だから我々はやり続けるんだと、まあ、ショービジネスにおける、別にジャニー喜多川の先輩特許ではなくって昔から言われていること、まあ、確かに私も、あ,ありがたいことに、そういうことにはならなかったですけど、親の死に目にも会えないという覚悟で、マイクの前に向かっておりましたからね、え。ー まあそれはまあ昭和の時代と言われればそうなんですけどその気概を表す言葉として別に間違ってるとは思いませんがまあ後輩たちそして事務所の社長が矢面に至ってえ会見をしている時にその後か時間的に言うと「ショーマスゴーン」って言ってジャニー喜多川に敬意を表していると理解されても仕方のない 投稿をしてきたとということでキムタクが叩かれてはりますでもまあどうなんですかねえー、<laughs> まあそういう人なんでしょうねそういう人なんでしょう新しい地図にはついていかなかった時点でそういう人なんだと思いますねあの本当に公開処刑のような記者会見があったわけですよねええー、まあ うーん <laughs> いろんな人間模様がぎょうさんいてはりますからね、その吉本も何千人ですし、ジャニーズも,もう人数多いんで、もうちょっと物語がいっぱいありすぎて、ごちゃごちゃになっております。この中にも、でもジャニーズが好きなんだと、ジャニーズ事務所が好きなんだと、そこのタレントさんが好きなんだという人、えー、昔、フォーリーブスが好きだったんだっていうような、もう今、おばあちゃんになっている皆さん。 えー、いろんな方がいらっしゃって、このニュースは、僕ら言っても一言ですから、えーえー、ストーンズってちゃんと読めないような、ね、えー、そういうアイドルって何なのという、もう顔みんな同じに見えてますから、分かんないですけど、まあ、好きな人たちにとっては、あのなんか、あ、はあ、のむしろのような、自分関係ないんだけど、そんな1週間だったんじゃないかなとは思いますね。12時31分 大阪市は実はずっと黒字でした身を切る改革を維新がするより前からずっとずっと黒字でございましたしかしとうとう来年度赤字になるようでございます、えー、横山市長いろいろといろいろと理由をつけてはおりますけれども、えー、300億円を超える赤字になります万博開催に向けたインフラ整備そしてまあ子育て世代への 施策を拡充するなど収支300億円を超える赤字になります今年2月に行った試算では170億円の赤字を見込んでおりました来年度通常収支の概算338億円の赤字今回の概算で赤字額がさらに拡大しております市税収入の増加は見込まれるもののそれを上回る支出があるとインフラ整備 PR 費用の増加、まあ、PR しないと人来てくれないということですね。えー、もうみんな脈々を家で作ってきてそれで全員市役所の職員さんがずっとかぶってたらどうですか作るとお金かかりますからね。うん、えー、まあ0歳時から2歳時の保育の無償化とかまあまあそんなにも使うんですけれど実はもうずっと大阪市は。 中止でいうと黒字でした。その貯金を貯めております。財政調整基金を取り崩す。でまあ、それは何が起きるか分からへんから、こんだけ一応見込んでるんやということを言ってます。地盤沈下がより進むかもしれないとか。まあまあ、それはそうでしょう。ということはまあでも逆に言うと、もっと赤字が増えるかもしれないということですね。えそしてまあ、あの予算でいうと、単年度での予算決算ですけれど、うその後も。 いろいろと続いていきますから、あ跡地に博打場を作っていくわけですから、そこが一番沈下とかしていくと、どん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 、しかも、えー、3年間は向こうの都合で、博打屋さんの都合で、えー、はい、さいならっていう権利があるとか、なんかそんな契約なんでしょえー、えー、まあ、もういかれこれですね、もうやりたい放題病のが大阪市維新にもあるというお話でございます。 12時34分です。えー、っと、共和にの裁判でが続いております、まああのー、後半前の手続きもあって、えー、まあ来年早い段階で判決が出ますけれど、裁判員裁判、えー、その素人の人たちもいかがされてますんでね、それで、えー 着々と進んでいっております今読んでいる記事はこれはおとといに行われたものですけれどもね2019年7月京都アニメーション第1スタジオに放火し36人を殺害殺人などの罪に問われた青葉真司被告の裁判員裁判第3回後半7日に京都地裁で行われております被告人質問が行われました生い立ちについていろんな話が出ておりまして8年間ほど 続けてきましたコンビニエンスストアのアルバイトを辞めまして無職になりました生活保護を受けようと市役所へ行きましたがそのまま働いてくださいよと断られましたまあまず人間関係があったり仕事を押し付けられたりというのがまあ身勝手なことを言ってはおりますが市役所の窓口でそのまま働いてくださいよと断られましたそして貯金がなくなり電気が止められガスが止められ 家賃も払えなくなくりましたと私が電気を止められたのは全く手続きをしてなかったという実にバカバカしいことで電気を止められましたが寒い日に一晩真っ暗なところでいる経験を、まあ、あのネタにしてやっておりましたがしかしまあ、ああいうもんがインフラが止められるっていう時のこれと一緒のお話じゃないですよもちろんないんですけど 僕はもう全く会社で会社で契約してるもんやと思ってやってたら督促状が入ってたことも知らずにいきなりある日電気が止められてたんですけどでまあまあガスとか水道はもっと止めないと止められないらしいですがまあ何とも言えん気持ちになるというその触りの部分は体験しましたですね、え。ー <laughs> 僕の場合はまあ僕,僕が契約をちゃんとしてなかったという、えー、打席にする方向へはいかず、まあ、一晩だけのことでしたがけれども、まあ、そういう状況に置かれたときに、世の中が悪い、誰かが悪いというふうに言ってしまうんだろうなという人間の癖というのはありますよね。この時期、青葉被告、窃盗などで執行猶予付きの有罪判決を受け、幻覚もひどくなりました。 頭がぼんやりして1時間ぐらいぼーっとしてないといけないことがあったと。行くところがなかった。母親の住む家に行きましたが母親の再婚相手と折り合いが悪い。それはまあそうでしょう。半年で出て行って、えー、自動車工場での派遣労働など仕事を転々として行ったそうです。 なるほど、まあ、そこでビッグモーターへ行って大金持ちになってたらまた事件性は違ったのかもしれないしもう本当に世の中不条理なことがいっぱいありますんでこの生活保護が受けられたら彼の人生がどう変わってたのかっていうのはそれはもう家庭の話ですからそれは分かりません分かりませんけれどもしかしもし自分が被害者あるいは被害者の遺族家族であったとしたならばそこで そこで生活保護が認められてたらまあだらだらとそのまま生活保護を受けているという人生だったのかもしれないし別に生活保護を受けている人が当然のことながらだらだらずっとしているわけではありません当たり前の話ですうーしかしまあいくつものそのボタンが一つ掛け替えてたら違うことはあったのになというふうにはやっぱり裁判を見ていると。 チェックしていると思いますよねそこがスルスルっとファスナー上げるように犯行至るところまで行った行っちゃったっていうところの、まあ、これはもうあの誰を責めることもできない話なんですけれども裁判は進んでおります12時38分こちらも裁判です、えー、和歌山地方裁判所の裁判でして夫婦喧嘩をしましてで腹立って家に火つけました 奥さんの方がそうすると2階で寝て,したっけ寝てた子供が焼け死んでしまいましたとんでもない話ですよねで捕まりましたしかし執行猶予のついた有罪判決でした、まあ、その細かいことが1分やそこらのニュースでは分からないんで ABC のニュースが報じておりました夫婦喧嘩で自宅に火をつけ全焼させ息子を死亡させた罪に問われている女に和歌山地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました今年1月和歌山市の自宅で夫と口論になった際夫が灯油をまいたリビングにライターで火をつけ自宅を全焼させ2階にいた息子を死亡させた重過失致死などの罪に問われております、まあ、灯油を撒いたのは 夫の方であるということですね裁判で被告は全て覚えていませんと述べました心神耗弱状態だったと原刑を主張しましたしかし検察側は無関係な子どもの命を失わせた結果は重大であると、まあ、ただこれでまあそもそも重過失致死なので求刑も懲役4年なんですねうーん 心身耗弱は認められないと判決はしまして挑発した夫にも落ち度がある被告にだけ責任を負わせることは適切でないとしまして懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しているということですなんか本当にすっきりするわけでもないですし亡くなった子ども全く子どもには落ち度はないわけですからその子の命が 失われた。まさか、お父ちゃんとお母ちゃん、まあ、喧嘩してた声は聞こえてたのかもしれませんが、自分がそのことがきっかけで、命を失う、なんていうようなことは考えてもいなかったでしょう。うん、不条理なことがありますな。十二時四十一分になります、えー。ラグビーのワールドカップが始まっております。はい、初、え、戦、ー、フランスが勝ちました。 あのー、なんかラグビーのラグジュアリーな話っていうので五郎丸さんとかたちがダラダラとこう喋ってはる部屋で見ながら喋ってるみたいなのも副音声でやってたんですけど、まあ、やっぱり何かまあ聞いてられないですねやっ,ぱりや,やっぱり真面目に実況と解説がいるなと思いながら聞いておりましたけれども、えー、かつもしフランスが勝つとしたら。 うん、接戦でしょうねっていうようなことを解説の方が言ってはりましたけどもねニュージーランド最初もポーンと本当1回の表にあの初球で、えー、ホームラン打って先制みたいな感じでやっぱりニュージーランド強いなと破壊やってね頑張って頑張ってなんとかってねあの四股踏むようなやつ試合前にやって。うん すべ、えーまあね、ての戦争がもうス,ポーツでスポーツで各国の自尊心あるいは敵外心を解消して、えー、ウクライナとロシアもお、ね、バスケットなりサッカーなり、ねえー、ラグビーなりそんなことで戦争して勝った負けたまた来年会おうね4年後会おうねで済んだらええなと、まあ、バカバカしいことですけど思ったりしたんですが。 えー、フランスがなんと、えー、詰めていって、キックで点入れて、3点入れて、5対3になって、6対5になって、えーでいや、ニュージーランドもまたキックで取ってみたいなことで、結局フランス勝っちゃいましたね、すごいですね、はい、日本チームはどうなるんでしょうか、私の同級生が、ここの同級生が、見に1ヶ月ぐらいずっと向こう行ってまして、えー、行ってくるわ言っ、言うて、行き張りましてね。 ままあまあもう言うたって定年になってる年代ですからそれはまあ自分で稼いできたものでねえ生きはんのは羨ましいなあ思ってうん昨日あのまあ開会式のゲームは見てなかったかもしれないですけどまた寝不足になってしまいますねえまあ,まあ野球のように毎日はやってくれませんのではいそして時刻は12時43分。 阪神タイガースでございます、えー、岡田監督の一問一答やってるとちょっともう時間がないので、えー、森下のホームランで先制をいたしまして広島との直接対決3連戦で1個勝ち合えと言ってたところがもう最初に勝ってしまいました強いですね強いですねえー、ええー、え新井監督も2008年ねいましたよねって言っあいつあいつ折れへんかったやろって,って出てへんかったやろ試合って言ったりとか、えー、森下が 新人で、これでホームラン10本になりましてで、えー、球団記録を見ますと、新人1年目で、えー、2桁ホームランを打ちましたのは、岡田監督以来のことですね、森下って言って質問をしましたら。<laughs> まあ,あそうな、うん ちょっと俺18本売ってるからね。8本足らへんで。言って、もうあの、ドッカーンって笑ってたところが、サンテレビで中継されてましたね。ええ、2桁言うけど、俺は18本売ってるからなーって言って。余裕ですよね。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいチームを、本当に岡田監督、作ってくれありました。ありがとうございます。以上、長官チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。最後は、 半空きのコーナーナです時刻は12時45分になろうとしております。郵便番号530-0041大阪市北区天神橋6-4-14てんこもりスタジオ小森康則様と書いていただいております。これは決心は 読めない消 <laughs> しが読めませんが名古屋に在住の MK さんでございます、えー、住所書いてございませんのではい見せても大丈夫ですねこんな絵,絵描きに書いてきてくださいましたありがとうございます読みやすい字ですこんにちは木原事件をきっかけに小森さんを知りました ありがとうございます。ちゃんと子守をベビーシッターの子守と書いてくださっております。まあよく間違えられるんですけど、それはまあ別に気にしてませんけど。真面目なコメントの最後に、知らんけど、がツボですね。<laughs> ありがとうございます。はい。まあだって僕取材してないんでね、ほんまに。ええ。あえて取材しないという立場で喋ることがいいかなと思ってやってますんで。アポなしでフラットスタジオ訪問、OK でしょうか と書いていただいててただおります昨日もはいえ岡、ー、山から来られた方がありまして、まあ、それはあのアポありました。あのねえー、いるかいいんかわかんないんですよ。いるかいい品かわかんないんで、わざわざ来ていただいてもいい品ことがあるんで、アポなし別に全然構わないんですけど、まあ,あの収録してて、あの ここのブラインドを下げてるときもあったりはしますが、あの来ていただくのは全然構わないんですけど、いるかいいんかが分かんないんで、MK さん、ありがとうございます。あの、イベントのときとかに合わせて来ていただくのがいいかと思います。笠間さんの贅沢ブルーベリースを販売しているときであったりとか、えー、今度、10月1日は日曜日で丸2年になりますんで、今度の10月1日は何らかのイベントを。 えこちら、電力界隈でしようかなと思って、準備せなあかんなと気ばっかり焦ってますが、何も決まっておりません。バーベキューでもしようかなと、お肉買うて冷凍してあるやつをね、えー、持ってきて、で、解凍して、で、なんかそんなにしようかなとか、うん、思ったり。あとね、えー、山津鈴田さんの、この、 これは今店頭では販売してません、すみません。店頭で買いはるんやったら、あの高島屋とか、阪、え、急、ー、とかあ、売ってる日と売ってへん人ありますけど、うん、そこで買うてくださいね、えー。それ以外に、今、冷凍庫を用意しておりまして、その冷凍庫は何でかというと、東大阪にございます、うーラ、ラドウ本店という、ラーメンのラ、ひらがなでラ、で、道、ラドウ本店という、私が行った時には、 予約6年8ヶ月6年8ヶ月待ちでようやく行けたという幻のラーメン屋さんが文化住宅の2階にございましてでそこの店主さんが実はてんこ盛りラジオのもう大ファンでいただきましてそのご縁からうちでその6年8ヶ月待ちのラーメン屋さんのラーメンスープを。 販売させていただくことになりまして、まあ、それをストックするために冷凍庫を買ったんですねえー、えー、なので近々もうあのー、来週最終の打ち合わせに行かしてもらいますんで、えー、それを時々販売することにします何月何日の何時から、えー、ラーメンスープを販売しますっていう時なんかはここにいるようにしますんでそんな時 はい、あの楽しいイベントであったり、物販であったり、そういうイベントの時に来ていただければ、まあ、何,の何のね、えー、お構いもできないかもしれませんけど、お一緒にお話ししたり、写真撮ったりということをさせていただこうと思います。で、10月1日は日曜日、ちょうど10月の2日から始まりましたんで、丸2年経ちますんで。 それを記念いたしまして、えー、何らかのお布施を集めるようなあイベントをやらせていただきたいなというふうに思っております。では、今日も長いこと本当にありがとうございました。お昼を回ってしまいました。12時49分になっております。そろそろお別れでございます。えー、この後私ちょっと編集が溜まっておりますので、編集の仕事をいたします。 また明日にジャンをしてお別れすることにいたしましょう。明日は双葉学者での講演がございます。朝10時からでしたかね。お申し込みいただいている方、はぜひ楽しみに来てくださいませ。来週の日曜日は毎日文化センターでのー旅で、えー、旅ではなせ、ね、講、えー、演でございます。リモートでも参加していただいているということで、ありがとうございます。 またあ、大間のマグロを一緒に食べに行こうという津軽海峡秋景色、もう間もなく締め切りとなりますので、今日はお休みでございますが、週明け、えー、月曜日に IAC トラベル大阪支店にお問い合わせくださいませ。では、また明日、インジャンをいたしましょ。参、ま、ります。また明日、インジャングー。良い週末になりますように。